検証は全てのウルチマビジネスパートナーにとって重要なステップです。検証段階を通過するとシステムの合法性とセキュリティが維持され最大限の機会が得られます。このガイドではウルチマビジネスアカウントを検証する方法を説明します。ウルチマビジネスアカウントにログインすると左上隅に検証ステータスが表示されます。次に右上隅にあるアカウントアイコンをクリックしてアカウント設定に移動してください。その後、スマートパスというインターフェースに移動してください。左側のメニューで Verification Section を選択してください。名前、性、性別、生年月日、及び出生地、国籍、パスポートの詳細など、すべてのフィールドを慎重に入力してください。すべてのフィールドはラテン語で入力する必要があることに注意してください。重要項目、フォームに記入する際、カンマ、出生地、及び発行期間フィールドにや、終止符、名前の書き方になどの記号を使用することはできません。フォームに記入したら保存をクリックします。文書に有効期限が切れる年月日がない場合は、対応するフィールドに現在の日付から5年間後の日付を入力できます。その後、検証フォームの記入の2番目の部分、つまり書類の写真のアップロードに進みます。パスポートまたは身分証明書のメインページの写真またはスキャン、もう一つはメインページでパスポートを開いた状態の写真または自撮り写真という2つのファイルをアップロードする必要があります。申請書に記載されているデータの一部が書類、ID カード、身分証明書の裏面にある場合は書類の両面の写真をアップロードしてください。すべての情報がはっきりと見えるように文章を持ってください。書類をアップロード後、確認ボタンをクリックしてください。では次のステップ、住所の入力に進みましょう。すべての行を慎重に記入してください。検証フォームにはラテン文字のみで記入する必要があることに注意してください。フォームに入力したら忘れずに変更を保存してください。お住まいの国が EU にある場合は、住所検証書類をアップロードして自宅の住所を確認する必要もあります。パスポートまたは ID カードの収容ページの写真またはスキャンをアップロードする必要があります。パスポートまたは ID カードをお持ちでない場合は別の公的書類またはクレジットカードの明細書、公共料金の請求書、政府機関からの手紙、保険書類、銀行口座の明細書、電話料金の請求書の写真またはスキャンも利用可能です。文書はアップロード日の3ヶ月以内に発行する必要があります。書類は JPEG または PNG 形式である必要があることに注意してください。あなたの国が EU に加盟していない場合は、住所を確認する必要はありません。ラテン文字とキリル文字に基づく言語での書類も受け付けますので、ご了承ください。文書が異なるアルファベットに基づく言語で発行された場合は、交渉された翻訳が必要になります。アカウントが検証され次第お知らせいたします。アンケートに関してご不明な点がございましたら、サポートサービスよりご連絡させていただきますので、スマートパスアカウントが登録されているメールアドレスをご確認いただくことをお勧めします。